はいえー、田中正造を朗読する15分を始めたいと思いますはいえー、とですね、まあ、今日のところなのですが、まあ、大井出喜兵宛所管ですね、まあ、この大井出喜兵さんっていう方はあのよく出てきますあのた確か館林辺りに住んでる方かな,なのかなというふうにあの 記憶しておりますが、えー、はい、えー、大島村ですね、えー、の方ですね。はい、それでは、えっ、ー、と、読んでいきたいと思います。え、明治31年2月5日、背景せっかく雲龍寺にご高麗くださり遭ろうところ、えー、なしくご帰宅に相なり、残念に候ろう。 ま、これは、あの、大出さんが、えー、と、田中が会う、会うことになってたのか、まあ、とにかく、雲龍寺に大出さんがいらっしゃって、で、田中もですね、えー、会いたいと思って行ったら、そしたら、これ一概で、ご帰宅だったと。まあ、そういう話でしょうね。昨日、委員会にて、帰化をして、えー、両県公読の総事務と、他3県、 への交渉の総まとめ委員に、ご推薦に、愛なり候浪愛だ。はい。まあ、ですからやっぱりこの人も、あのリーダー格ということになりますね。右、ご承認、えー、愛願い候、まあ、どうぞ引き受けてくださいと。とまあ、えー、ちょっとこれはマークしておきますが、両県公読の総事務。 それから、おかさ県への交渉の総まとめ委員ということですね。まあ、大事な、えー、ところです。もっとも、えー、ご家政、まあ、その家の中のことですね。えー、ご家政向き、えー、その他、お差し支えは、バンバンにソーライドも、なんか、いろいろとあるようです。でわかってますけど、っていう感じですね。えー、その点もまた、えー、おいおいに揃ろと。 ま、その話もあの、ちょっと一度ですね、あって話をしたいところです。表、え、記、ー、上のまとまりもでき申すべく。えー、この一時断行。これなき騒動は、まあ、この断行するしかないんですということですね。えー、そはば、もしそうすることをすれば、全体の事務将来にいよいよ滅裂に愛なり騒動間。えー、あ、すいません。これはだから、 えー、表記上のまとまりが、この一段構、まあ、この一時段構、つまりあなたを、あの、ま、ついに総事務と総まとめ委員に、まあ、もし、しなければ、ということですね。しなければ、まあ、あの、の全体の事務がもうめちゃくちゃになっちゃうということですね。期、え、間、ー、にも、えー、さ、ご面倒、お決心の儀、えー、願い立て祭り、候ろうということで、えー、どうぞ覚悟を決めて、 まあ引き受けてくださいということです。かつ目下差し当たり、公読団体破壊予防策と、選挙誘導と混同いたし総につき。なるほど。こういうことがあるんですね。まあ、破壊を予防策、うん。これはまあいいでしょうね。まあ、それと、この選挙誘導。えー、これがなごっちゃになっているということですね。<laughs> 期待に相まみえ候ろう。まあ、危険な状態だということですね。期待っていうのはね。え昨日の患い、えー、少なからずあ相ま見え候、えー、あみえ揃ろう。つまり、昨日は多実でした。もうすいません。あの字が、えー、読み間違いないで、ね、あの小さい字なんで。えー、多実、つまり、えー、将来ですね、これね。将来の絵、えー、の患、えー、いがですね、えー、少なくないですよというふうにあの私は、えー、見ています。 この際、もし、この区別と論理を明瞭せば、明瞭せばというのは、明瞭にすればということですね。公読団体は一層、二層、堅固に至り、申 <laughs> すべくライドも、えー、万一一歩を誤り、論理を転倒せば、双方とも不結果に至り申すべく、申すべしですかね、文末ですから。<laughs> はい。というわけで、 えー、このせん、ちょっと具体的にですね、公独団、えーだんえー、公独団体破壊予防策と、えー、選挙誘導っていうのはね、この、ちょっと公独団体の破壊、公独団体の破壊予防策っていうことになりますと、まあ、これ、おそらく文脈からして、足尾銅山側でしょうね、足尾銅山側が、 えー、この予防策を取ってると、鉱、うん、毒団体、鉱毒の団体、破壊予防策、それとうもう一つの可能性は、鉱毒に対して反対している団体を破壊する予防策ですかね。えーまあ、どちらにしても、あのこれは鉱毒問題のことです。 あとあることは間違いですねあ。どっちの側のことを言ってるんですよね。それと、選挙誘導。つまり、まあ、あのこれは、あの、鉱読問題を、あの、この政争の具にするなということでしょうね。まあ、こっちは、あの、鉱読に対してですね、えー、この予防策を取るから、取ることを推し進めてますって、それ、あの、この近辺の選挙と関係がないでしょう。 とい話とかね、あるいは逆に、あの公毒反対、公業への反対、公毒反対運動ですかねこ、それを推し進めるので、田中に一票みたいな、まあ、そういう言い方ですね。これが、えーまあ、もしかしたら、後者の,の方があり得るかなという気もしますが、あのこれは良くないよということですね。はい。で、次の段落読みます。 大切なるものはただ一つの論理のみに候。しかるに論理的運動は難しく。えー、明らかなるものより考えれば安々たれども、わからぬ人には、えー、到底飲み込み、えーえー申,えー、申さず、えーこえー。これにより非常の難題に候。とはい。まあ、ですから、この公読の問題と選挙の問題は分けましょう。 っっっててことを言ってるわけですねねやっぱり、ねえーとそ,うん、でそれで、まあ、これはその,あの論理的なあのものとしては、えー、考えればあの明らかなんだけど明らかなるものより考えればつまりそれがそれは別々にであの頭の中でできる人にとってはもう全然難しいことじゃないんだけれども、まあ、それがあの分からない人にはなかなかその区別はできないと。 まあ、一つは田中に、えー、この公読は、公読や工業は必要なんだと。だ田中、えー、をですね、まあ,あの、当選させたら大変なことになるみたいなことを言う人もいれば、逆にですね、あのこの公読に反対するためには、田中さんを当選させなければダメだと。まあ、そういうふうに考える人もいるでしょう。まあ、ですからあの、両方あり得る。 ですよねでも田中はこの2つは区別した方がいいというふうに言うんですがまあ確かにあのなかなか区別で,できないでしょうね。まあ、今日でも原発反対か原発推進かみたいなことでこの選挙がですねの争点になることはありますからましてや当時ですねこれが選挙の争点にならないようにするということは非常の難題。 だと思いますね。<laughs> まあ、鉱読問題が選挙の争点にならないようにするというのは非常に難しい。あと、まあ私がもし田中さんが、ね、い,れいらっしゃれば、 たいなんで分けなきゃいけないんですかという <laughs> あのところはちょっと思いますね、えー。うん。まあこれ田中さんなら公明政大に、えー、この鉱読のこととですねその他の、えー、政治的な課題のことをあの混同しないよと。えー、例えばあの,この,公読あの反対うどんで反対しているからだからあのその人は遠ざけるとか。 そういうことはしないよっていうのね。これはなんか、なんとなくわかりますよね。この田中のね。田中だったらそういうふうにするだろうと。まあ、あのー、多分おそ、うん、らくな、これもおそ私の推測ですけどね。おそらく、田中であれば、公 <laughs> 読反,反対運動に、えー、反対しているからといって、まあ、この、 例えばうん遠ざけるとか役職から遠ざけるなどということはしないだろうと。まあ、ですけどですね、まあうんまあ、当時の、えー、普通の、まあ、政治家であれば、まあ、性,性的をです、ね、遠ざけると。 まありたこれ遠ざけるっていう役職からっていうのはまあちょっと不利益っていう方がいいかな。えー、反対してよかった不利益。そうですね。まあ押し付ける。などということはしないでしょう、ね。田中さんだったらね。まあそういうふうにうあの私はあの今までのこの,この方の何ていうか、えー、文章を読んできた限りでね。あの 性格というのが、なんとなくわかりますから <laughs>、そう思います。そういうことを言ってるのではないかなと。はい。で、えー、方々、えー、持って、差し向け、一人の、まあ一人でもですね、えー、常任を要しえー、もえー、申し相浪、えー、ここで一旦文が消えてるのかな。あ、文が消えてますね。はい。で、これは、あの、えー、まあ、田中さんのこと、 なんじゃないかという気がしますが、一、まあ、人がずっと、あの、えー、まあ、常任しているということですね。あのー、まあ、これは、あの、必要だと言ってる。まあ、これは、あの、でもわかりませんね。これもしかして、あの、大井出さんのことかもしれませんね。大井出さんの話に戻ったのかもしれません。この事務の話ですね。えー、この常任が必要と。はい、また、鉱毒青年沿岸だけは、 早く生命を揃えて。はい。この揃えてというように、揃ひてと書いてありますが、まあ、田中さん、異魚、異段と絵段はちょっとね、区別つかないので、揃えてということでしょう、えー。時々の報告を依頼せざれば、事件に、えー、暗く、過剰はなおさらに暗くして、今日のごとき不審となり、なお暗きより、 えー、このですね、犬猿、えー、ですかね、読み方としてはね、えー、ちょっとお待ちくださいね。犬猿ですね、飽きて嫌になるという意味ですが、あのー、暗きより犬猿をきたし、善と多忙、待望の、えー、大問題をして、たわいもなき消滅に至らざるも、きつべからず。はいというわけで、まあ、組織化ですね、これはね、鉱読のこの、 えー、に関わっているその青年たち、沿岸だけでもとにかく名前を揃えて、えー、生命を揃えて、時事の報告、まあ、時々ってさっき呼んでしまったかもしれませんが、まあそ,のえー、その時その,時そきのようなですね、えー、報告ということですね。ほうれん草みたいな感じで、報告、連絡相談で、えー。で、事件に暗く過剰はなおさらに暗くして、つまり、 今何が起きてるかっていうその情報をアップデートしなければまあそのうちですね、えー、飽きてしまうぞということです、まあ、これはあの運動論として非常に重要なところですねこの組織化して、まあ、常にその、えー、この情報をですね、えー、アップデートさせるということによってその関心を常に喚起するということですまあ、ですからかん、えー、この 公読問題に関心がある青年の、えー、この生命をですね、名前ですけど、氏、え、名、ー、氏、ま、名、あ、を名簿化して、はい、名簿化して、まあ、名簿にまとめて、でそれで、えーそのつまあ、常にですね、新しい情報、 ま、あの伝えてもらうようにしてまた伝えるということですね。えー、<laughs> まあそれであのその、えー、みんなの、まあ、関心ですね。えーそれでまあ、あの関心を常に 喚起すると。まあそういった、えー、ことでしょう。まあですからこれは組織化。それから、あの、運動論として、まあ、とても重要ですね。こういうのは、あの、結構、やっぱり情報っていうのは、本当に、えー、この組織化、運動の組織化ということでは、やっぱり重要なんだなと思います。 運動の組織化に関する議論として重要と。はい。ああ、えー、小細紙と卑屈論人とは、えー、大問題をして、守備をとぐるの器にあらず。まあ、この小賢しい、あのー、この知恵のある人とですね、それからあの卑屈な老人、この卑屈というのはキーワードで、田中はですね、この北関東の人たちっていうのは、特にこの高齢者層ですね、の人たちっていうのは、 まあ、とにかく、あの、おかみに対して、卑屈であって、決しておかみに逆らってはいけない。まあ、そういう、あの、発想が強いということですね。ですから、主にこの小賢しい、あの、知恵がある若者と、それから、あの、卑屈な老人というのは、まあ、大体、鉱、え、毒、ー、問題に対してはですね、えー、企業側、あるいは政府側につくでしょう。 でこれでは、あの、守備を遂げることはできないと。よろしく忍耐・強直を集合せしめざるべからずということで、まあ、この、あの、ある種の,この,あの政府やあの企業になびくのとは違う、その忍耐・強直ですね。まあ、これを集合、えー、させようということです。まあ、このあたりもちょっとなんか、やっぱ解説がないとわからない。 ですね、この詳細詞と卑屈老人ってこう言葉で何を言いたいのかっていうのはね、まあ、要するにこの政府と企業になびかない人を集めようと、まあ、集合集結させようと、まあ、そういうことです幾重にも中央において平和的公平にして順序あるご整理を要し申し総につき機能帰化をしてご推薦いたし総次第 たとえ、いかなるお差し支え、御座候とも、万章、前、えー、前後ですかね。あの、ちょ,ちょっと普通と違う字ですけど、全体の前に、あの、えー、丁寧語の後ですね。万章、前後、排除、ご就任、おいおい、ご実行、願い立て祭り、候。諸外、配備。まあ、この手紙の、えー、外ですね。手紙とはあの別に、この、実際に、 会うということでね。配備。えー、その眉を拝むと。えー、千番、また申し上げそろう、金言。はい。で、この手紙とは別に、まあ実際にお目にかかって、もう千でも万でもですね、もうたくさんたくさんこの言いたいことがあると。まあ、申し上げたいことがあるということで、まあ金言と謹んで申し上げます。31年2月5日、足利途上富田より、 田中肖像大井出貴兵様ということですね、はい、でこの間のですね、ちょっと出来事を読む、あのご紹介するのを忘れてました。えー、っと、これが2月5日のお手紙なんですけれども、その前の,、まあ、あの手紙というか、えー、日記ですね。日記は1月30日でした。でこの間の出来事なんですけれども、まあ、この足尾、鉱、えー、読事件、略年表からですね、えー、ご紹介しますと、 栃木県の佐野町で田中正三が医師数十人に対して足を高読衛生演説をするということです。はい。で、これは、まあね、なかなかその医師を数十人っていうのは相当な人数ですよ。あの当時の,この町、えー。この、だから佐野町だけに限らないでしょうね。まあ、でもそれだけのですね、医師が集まるっていうのも、またこれもすごい、あの、意識の高さをですね、 で、えー、田中が言うことをあの言いたいことってのはおそらくですねその直この直前ぐらいですかねその数ヶ月前に、まあ、報告書を出していて田中は5段階に分けてですねその鉱読の被害をこう受け始めてから死に至るまでの,あのことをですね、えー、記述してるわけですねあの辺でしょう。 で、あれはとてもあの重要な話だと思います。主に、あの、呼吸器系の問題、えー、が多くて、あの、この内服っていうかね、あの、鉱毒を、えー、食べ物とか水を通して入れた時の症状とは違うんですよね。なので、まあ、これは私、これは私の、えー、推測ですけれども、あの、いくら食べ物とかこう飲み物を 鉱、ね、毒を取ることを避けようとしてもあの土壌にですね含まれている鉱毒がまあ結構そのこの地土地はですね、まあ、特に冬になるとそうなんですけれども乾燥しましてで土ぼこりが相当舞うんですよねでそれを吸い込んでいるとまあこういう呼吸器系の問題が出てくるとでこれはあの結構足尾銅山鉱毒事件の この被害の病態っていうのは、なんかあまり伝わってないので、とても重要ではないかなと思います。で、それから2月1日、弁護士の天野為之、黒津龍太郎、福田又一と、読売新聞社、毎日新聞社、国民新聞社の各記者が、被害地を視察します。 まあ当然、あ田中翔造が間に絡んでいます。まあ、というわけで、運動は運動で盛り上がってるんですけれども、田中翔造としてはいろいろとですね、あのこの危惧するところはまあ,あってで、ちょうどこれはもうあの選挙がです、ね、始まる頃じゃないかなと思うんですよね、えー。いつ選挙だったかちょっと忘れちゃいましたけど、あのこもう選挙始まったのかな、あのこの時期に。 そうですね、選挙が1月30日の前、あの1月15日か3月23日の期間はです、ねあの、田中はいつも通り第3区から出ます、栃木の第3区から出ますので,で、えー、運動をしたということです、でその中で、まあ、公読の問題と選挙の問題は、えー、切り離しておかないといけないと。 おそらくそれはどういうことなのかというと、公読に反対している人も田中は票を取らないといけないということがあるのかなという、こういうプラクティカルというか、まあ実際上の,あの戦略としてもですね、あるかもしれませんね。これもちょっとメモっておいた方がいいですね。まあ、えっ、ー、と、こう、なんでしょう、公、えー、読、えー、反対運動への反対ですかね。えー 反対運動に反対するものの票をこう獲得すると、という意味もあったかもしれませんね。これは結局、うん、やっぱり田中さんあの、選挙は強いですから、こういうことも考えるでしょうね。はい、それでは今日はこれで終わりにしたいと思います。